こんにちは。はい、はい、実はですね、明日僕はですね、英検というのがありますが、英語の試験で英検というのがありますが、明日その英検の試験を受けに行くことになりました。で、明日なんですよ。それで今日が勉強できるのも今日が最後で、もう明日だからもうどうにもなりませんが、それでですね、ちょっとその体験記をですね、2024年と書いていると思いますが、実は2023年度の第3回試験なんじゃないかと思うんだけど、2023年度は春にあって秋にあったのか、で冬に あるまでが2023年度、ま、前の年の続きが、この最後が今回なんだけど、なんていうの、2024年にもう入ってるわけですよ。2024年にもうなっとるわけですが、2024年にもうなっておりますが、2023年度第3回ということだと思うんですよ。2024年であります、今。それでですね、明日その英検を受けに行きます。実はですね、4年ぐらい前にですね、英検の体験記というふうに YouTube さんの方に、 YouTube の方にですね、流させていただきました。その時はですね、惜しくもギリギリ不合格だったのですが、その4年ぐらい経ってとうとうまた受けることになりました。それですぐ受けようかと思ったのですが、またその後コロナのね、感染拡大とかあってずっと受けなかったわけですけども、今回ちょっと受けてみます。今回を最後になるようにしっかりと受けてきます。また正月 には石川県のあたりで大きな地震災害が起きました。僕の方も自分のことを頑張る必要があると思いますので、僕はとりあえず英検をね、早く明日受けて済ましておきたいと思います。はい。それでですね、何を話すというわけではないのですが、受かるように勉強しております。これが受けに行きますという挨拶ですので、また受けた頃にもし機会があれば動画なりを作らせていただきたいようにも思います。それではとうとう試験が明日ですので頑張ってきます。はい。それでは今日はこれで失礼します。英検の試験を受けに行きますという報告であります。それでは失礼します。 Thank you very much.